MG 小太郎とエール正野、笑う門にはグリーン。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はいよいよこの箱を開けてしまう時が来ましたね。はい、もうこれなんかオープニングの声から張りがちょっと違う気がしましたけど、いや僕はですね、今愛の不時着にハマってしまってですねはい、はい、ちょうど前祝いの法則の恋愛編がですね、はい、締め切りだったんですが、はい、その締め切りと並行してですね、愛の不時着にハマってしまったので、なるほど、あの90分が16話あるんですよ。あ、そんなにあるんだ。うん、なるほど。はいはい、本当にね、うんうん、あの面白かったしみじみとめっちゃ全部見終わったんです。ひつりさんはもう、僕は15話で、はい、この収録が終わり次第最終話。おお、一番今暑い時期ですね。一番今もうハカハカしてるの気がする。じゃあ何かもう そんな話で大丈夫ですか、もう収録して、ね、はい、ちょっと15話目の終わり方がね、はい、ちょっと心臓が止まりそうなぐらいの、ね、だから16目が気になってしょうがないんですよ。なるほど。だからあのメッセンジャーグループで何時開始ですかって聞いてきたのはそういうことだったんですね珍しいなと思って、そんなに厳密に聞いてくるのか、多分寝るか何かやってるかだろうなと思ったけど、もともと20年ぐらい前かな、ちょっと15年ぐらい前かな、うん、はい、ちょっと定かじゃないけど、はいはい、韓国ってその輸出するものがね、なんかその例えばそのメジャーなものがね、はいはい、そんなにないからっていう時代があったんだよね、昔ね。なるほど、なるほど。で、その時に、エンタメを力入れていこうっていう風に、流れがあったのね。うんうん、だから歌とか映画とかドラマとか。確かに。うん。エンタメで、世界を取ろうっていうね、国としてね、そういう、エンタメ王国になろうっていう、まあ、20年ぐらい前かな、あったんだよね。で、そこからですね、そこから、まあ、いろんな、試行錯誤やね、あったんだけど、ある意味、一つ、集大成となってるのが、愛の不時着じゃないかな、言えるぐらいの。うん、まあ、確かにテーマも結構ね、あれは韓国のドラマですよね。韓国のドラマなんですよ。北朝鮮のとの方との恋愛っていう、ね。そう、まずですね、はいはい、その韓国はその、恋愛をですね、知り尽くしてる。お、見て思った。15話見て思ったのは、まずそう思ったんですね。韓国はまずね、恋愛を知り尽くしている。うん、なるほど。恋愛の一番美味しいところをどこまでも引き伸ばしていく。なるほど。エンタメの要素として。うん。恋愛の一番美味しい部分は、付き合いそうで付き合わない。ああ、確かにその間にいろいろあったりしますからね。うん。誤解を招いたりね。うん。すれ違ったりとかね。うん。なるほど。確かに。うん。なるほど。なんていうのかな。うん。ある意味付き合うっていうのは、一つの山を迎えたっていうかね、うん、一つの山を迎えると、まあ、ある意味下りに入っていくわけだけど、その山を迎えないために、付き合いそうで付き合えない環境を作ってるわけ。で、これはどういうふうに作ったかっていうと、はい、韓国のね、ある女性が、突風によるパラグライダーの事故で、北朝鮮まで飛ばされて不時着陸しちゃうわけ。なるほど。で、北朝鮮の、その、部隊、兵隊たちがですね、発見するわけ。なるほど。うん、まず一つ不時着というキーワードがそこにもあるんですね。で、北朝鮮としては、やっぱりその、もう完全にね、韓国から来たスパイっていう風になったら、まあ場合によっては死刑もあり得るわけ、すぐにね。それがちょっとシビアな、うん。うん。確かに。で、そんな中、この部隊の隊長がですね、自分の判断で、報告しないわけ。おお、なるほど。で、彼女はね、風で、パラグライダーで飛ばされてきたっていう、彼女の話を信じるわけ。なるほど。素敵な感じです。報告したら、彼女は殺されるかもしれない。確かに。
だから、うん、舞台の隊長はですね、うんうん、なんとか、うん、独自に彼女を韓国に戻せないかっていうことでね、うん、なるほど、ドラマが始まっていくわけ。あ、すごいキャッチーなオープニングですね。で、うん、で基本的に韓国とその北朝鮮っていうのは、うん、その断絶してるから、うん、一緒にいることがすでに犯罪なわけ。なるほど。だから付き合うに付き合えないっていう環境を完璧に満たしてるわけね。そっかそっか、もう環境がねもうそうですね。だからキュンキュンがどこまでも引き伸ばされていくということで、僕らがキュンキュンワールドにもう引き込まれちゃった。もうキュンキュンワールドがね、はい、はい、どこまでもその、はい、なんていうのかな、うん、キュンキュンを恋愛の一番おいしいところの、うん、なんていうのかな、うん、そのマグロの一番おいしいね、マグロそのマグロの一番おいしい箇所を一番おいしく料理できる築地の料、うん、あの寿司屋さんみたいにですね、はいはい、恋愛の一番おいしいところをめちゃめちゃ料理してくるわけですよ。プロが切るのはおいしく切りますからね、うん、また。そうそうそう。なるほど。うん、で、そこに、アメリカの24方式を入れ、ぶち込んでくる。アメリカも絡むんですか、方式、うん、エンタメとしての様子が。そうそうそう。アメリカの24方式っていうのは、はい、もう24もね、すごい流行りましたけど、うん、とにかく3分に1回命を狙われることで、確かにもう見ざるを得ないっていう、ハラハラしてるしね。ハラハラドキドキっていう、キュンキュンプラスハラハラドキドキっていう、24方式を採用してるので、もう彼女はもう完全に、はい、韓国から、不時着陸してるので、うん、北朝鮮側からしたら、もう完全に命を狙う対象になってくるわけです。まあまあ、確かにね、うん。それを彼が身を挺して守る。なるほど。どこまでも守り続ける。へぇ、でも、付き合ってはいけない間柄なんですよ。そっか、気持ちはどんどん育まれていくのに、うん、しかもそ縛りが強ければ強いほどやっぱり気持ちもあれですよね。で、付き合ったところで一緒に行ってはいけない2人なんですよ。そっかそっか、北に行っても居場所はない、韓国に行っても居場所はない、永遠に結ばれないっていうの分かってても、うん、生まれ、ここいは気持ちはあれなんですね。そうそうそう、なるほど。で、その、うん、韓国でここにね、うん、さらに、はい、その、うん、あ、そうなのっていう、なんていうのかな、あ、はいはい、壁穴方式っていうのも、はいはい、採用してるんですよ。壁穴方式、壁に穴が入って開いてたら見たくなるっていうですね、壁穴方式っていうね、まあ、僕は今適当に名付けたんですけど、はい、ありそうな、ありそうでしたけどね。北朝鮮って閉ざされてるけど、はい、どういう生活を送ってるんだろうっていうのが結構リアルに、はい、北朝鮮から脱走した人たちを入念に取材して、北朝鮮の人たちとはどういう生活を送ってるかっていうのが描かれてることで、あ、こんな風に北朝鮮の人たちが生活してるのかっていうのが案外リアルに描かれてるっていう面白さも加わってくるのね。そこはその本当に取材したんですね、じゃあそこは。壁に、やっぱり YouTube とかでも、その、はいはい。北朝鮮からね、脱走して、はいはい、他の国に移り住んだ人たちが、はい、YouTube でこういう生活だったっていう人たちをですね、リアルに取材依頼をして、はいはい、取材してですね、結構リアルに、はい、うん、描いてるみたいなね。あ、そう、あ、じゃあ、その、見てる人も知らなかったことをちょっと、うん、まあ、見れるということもあるんですね。そうそう、で、はいはい、その、まあ、向こうの人たちはね、まあ、その、うん、よく停電があるのね。あ、そうなんだ。うん。で、停電があって電気がつかなくなるから、自転車が置いてあって、それを漕いで電、テレビを見るとかね。夜になると電気は消えるので、明かりは、はい、その、はいはい、ろうそくの火になる。あ、そうなんだ。うん。で、その、はいはい、で彼女はまず、うん、その兵隊のね、その主人公の、はい、もうヒョンビンっていうね、人気俳優が、はい、北朝鮮側のね、はい、
兵隊の隊長を演じてるわけ。はいはい。うん、主人公ですね。主人公のね、はいはい、まあヒロイン、あ、ヒーロー役ですね。ヒーローですね。はいはい。で、そのヒョンビンがですね、うん、で、女優さんがですね、ヒロインがですね、うん、ソン・イェジンっていうのかな、これ。ちょっと発音がちょっと僕上手。ユン・セリっていう、まあ、番組ではね、はい、ユンさんっていうね、はい、なるほど役で出てきて。役名で、はい。うん、で、彼女が、うん、彼女がね、キャンドルないのっていうわけ。おお、キャンドル。キャンドル、そっかそっか、キャンドル。で、キャンドルってわからないわけ。北朝鮮の人たちってキャンドルわからないわけ。キャンドルって何？なるほど、なるほど。うん。で、まあ、そういう伏線があるのね。で、はい、それがキャンドルって何？っていう伏線があるんだけど、うん、はい、で、市場に行った時に、で、その、女優、ヒロインのね、うん、が、市場で行方不明になっちゃうわけ。おぉ、まずいじゃないですか。うん、行方不明になっちゃって、はい、もう暗くなっちゃってね、はい、まずいまずいって言うんで、はい、ヒーローのね、ヒョンビンが探しに行くわけ。はいはい、市場に。で、市場すごい人がたくさんいるから、もう彼女がわかんなくなっちゃってね、うん。で、どうやって探すかって、もう暗くなっちゃってる時に、うん、たまたま市場だから、はい、キャンドルって書いてあるやつを見つけるわけ。おー。これが彼女が使いたいって言ってたキャンドルかっていうので、キャンドルに明かりをつけて、はい、右手に掲げて、彼女を探すわけ。で、彼女が先にそのキャンドルを見つけるわけ。なるほど。で、キャンドルを右手で高々抱えてるですね、はいはい、イケメンのヒョンビンを彼女が先に見つけて、はいはい、で、私が言ってたキャンドルをね、はい、掲げて私を探しに来てくれた、はい、もう彼女はずっと不安なわけ、まあ、そうですよね、真っ暗でね、知らない。で、彼を見つけた瞬間にね、キャンドルを高々掲げて、うん、彼氏を見つけた瞬間に、はい、彼女の目がキラ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 って光り始める。いやー、ときめきですね、もう完全にインスタ映えなんですよ。はい、インスタ映え、インスタ映えで急に短いんだったら。15分に1回インスタ映えを、こういうインスタ映えを、どんどん放り込んでくるんですよ。うん、どんどんもう、キュンキュンさせる。はいはい。こういうね、炎が止まってますね。目がキラ、女優さんが急に目がキラキラしてる。はい、うんうん、でも、結ばれない状況なのね。キュンキュン永続化計画なんですよ。なるほど。計画。もう完全に引き込まれてますね。もうなんかもう、熱量が、グリーンズ史上一番の熱量なんじゃないかと思うくらいなく。さらにですね。めっちゃ覚えてますね。めっちゃ覚えてます。24方式でね、まあ、さらに命を狙われていくわけ。あ、まあ確かにそうだね。安全命を狙われていくわけ。で、さらにね、うん、水戸黄門方式もぶち込んでいくわけ。日本の韓国は国を挙げてね、エンタメで世界を撮るっていう方針でね、はい、20年ぐらい前からね、うんうん、やってるから、もうあらゆる人のハートを引っ張るエッセンスを、はい、なるほど。全部入れ込んでるわけ。なるほど。キュンキュン方式と、いろんな国と、方式と、うん、壁の穴方式と、うん、はい、水戸黄門方式まで入れ込んでる。水戸黄門出てくるんですか？水戸黄門方式って、はい、なんかやられてやられてやられるんだけど、うん、これが目に入らんかってね、陰謀をね。陰謀を出した瞬間、うん、ははーってなって見てる人がスカーッとするわけ。確かに確かに。うん、そうですね。で、うん、実は、で、うん、そのヒョンビンもね、はい、主役のヒーローですけど、うん、彼女をかくまう中で、うん、軍の上層部からも、すごい疑いをかけられてですね、はい、窮地に追い込まれていくわけ。うん、おー、やばいですね。うん、そうなる。でも、はい、やばいやばいって追い込まれて追い込まれる中に、はい、実は偉い人の息子だったっていうので、スカーンってなる瞬間があるわけ。なるほど。どんでん返し的な。なるほど。それ全然、めっちゃ熱量すごい。この印籠が目に入らんか水戸黄門方式もね。なるほど。ハラハラさせてね、気持ちを引き込まれて。なるほど。ありとあらゆるエンタメがもう、そこには、うん、で、そしてさらに、うん、集合無意識方式も入ってるわけ。ユング方式入ってるわけ。ユング方式。そういう要素も入ってくるんですか？その心の扱いも。ユング方式っていうのは、うん、はいはい、時代が、集合無意識が、うん、今、
一番必要なことをテーマとして取り入れることで、はいはい、大ヒットしやすくなるという、うん、集合無意識で人類が次の流れで必要なステップを描いていることで、うんうんうん、集合無意識で未来がそういう方向に行く、その、うん、なんていうのかな、その歯車になるので、うん、未来に集合無意識で未来そっちの方に、うん、その向かう流れのテーマを入れ込んでいるっていうのが、ユング方式まで入れて込んでくる、ね、さりげないんですかそれは。なんか、うん、でそれは、うん、やっぱりその北と南のね問題というのは、うん、これからその戦争がね、うん、やっぱり今すごく戦争のね可能性っていうのが危険なね、うん、ものが出てきてるんだけど、その一つやっぱり、うん、大きなその、うん、問題があるところの一つがですね、はいはい、やっぱり北朝鮮と韓国のその38度線の問題なんですよ、はい、なるほどなるほど。でこのドラマというのは、うん、その愛の中では、うん、境界はないっていうことが無意識に描かれてるんですよ。なるほど。愛の中に、愛の世界に溶け込んだ時に、うん、北も南もない、なるほど、境界線もない、うん、敵も味方もないっていう、なるほど、愛の中に溶けてった時に、うん、北も南もないんだっていうことを、うん、今愛の不時着がものすごく、うん、受けてることで、集合無意識で、うん、愛の中では境界線はない、北も南もないっていうことを、うん、多くの人が受け取り出してるので、僕は北と南の関係も、うん、すごくいい方向へね、うんうん、動き出す一つのね、うん、ステップが始まっているというふうに。なるほど。でそこがあるからこそ、うん、すごい受けてるわけね。なるほどなるほど、うん、でも知らなかったものを知ることでちょっと身近に感じたりしますもんね、その生活の様式とかが分かったりすると、うん、ね、確かに。で、ね、愛のラブストーリーだとねやっぱり引き込まれるし、うんうん、なるほど。アニハセヨー。まあ、それ韓国語、それ多分日本。ジョヌン、コタロウ、意味だ。ああ、私はコタロウと申します。ケンチャナヨ。ケンチャナ、大丈夫だよってことですね。アンニー、ハサム、ハサミだ。アンニー、ハサム、それはわかんねえな。ケンチャナヨ。アニョン。アニョンも、お前、お母さんのことね、とか、お兄さんとか、僕ちょっと韓国の女の子好きだったからちょっと覚えてるっていうのあるけど。はい、まさかなり覚えてるね。そうですね、僕結構、発音も教えてもらいましたからね。ケンチャナヨ。ケンチャ、大丈夫、大丈夫ってことですね。ケンチャケンチャって。あ、ニーハムハサミだ。それわかんないんですよね。それだけがわかんない。それだけがわかんないんですけど、今の中で。あ、ニオン、オパー、オマ。うん、ね、オパーとか、ね、お母さんとか、あ、オパーってなんだっけ？じゃあ、ヌン、コタロウ、インミだ。私、コタロウですっていうことで。何回自己紹介するの？何回、もうみんな知ってるけどね。もう、急に自己紹介し始めたけど、序盤で。序盤とかもう終わりなのかもしれないけど。ところでみたいな、まあ、とにかく、はいはい、あ、それ関係なかった、愛の中で関係なかったんですかって、愛の中でね、はい、境界線がないっていうことをね、なるほどね、みんなでその受け取るためにもね、はいはい、あの愛の不時着ね見てほしい、あ、ぜひ、ただの人気な、うん、あの3話までちょっと我慢して見てほしい、あ、そこはちょっと序盤の正直ね、俺、うん、その韓国ドラマは別に慣れてなかったので、うん、やっぱりちょっとね、うん、その俳優さんのね、うん、感じとか、うん、そのハリウッド映画に慣れてると、ハリウッド映画ってすんなり入ってくるけど、確かに確かに、うん、韓国の映画ドラマとか見慣れてない人だと、うん、俺1話目はもう俳優さんも、うん、その男優さんもね、女優さんも、はい、ちょっと俺、うん、その好きなタイプじゃないなっていう風にね、あ、なるほど、ちょっと世界観に入れなかったの、ちょっとむしろマイナスな感じだったんです、うん、マイナス、あ、それでも1話、2話、3話目から、はい、もうトップギアに入ってくるの、ね、トップギア急に入る、あ、もうギアのあれだったんだ、5、6、7、8、8話まで来ると、はい、この話、100話まで通らな、100話まで行っててほしいっていう願いが出る。終わらないでほしいと。この世界の中で俺生きていきたい。もうネバーエンディングでいきたいと思う。あのね、隊長の部下たちがめっちゃいい味出してる。はい、
すっごい可愛いの、もうみんな。また脇役がまた。男たち。うん、脇役みんないいやつ出してて。で、嫌な役は本当にみんな嫌な役だし。ああ、なるほど。上手。うん。あ、上手。上手。上手。めちゃくちゃ褒めちゃって。大御所俳優の褒め言葉。お上手賢者だよって。お上手賢者だよ。お上手ちょっと違うと思うんですよ、多分。お上手大丈夫だよ、みたいな。おかしいよね。心配してないからね。賢者賢者。もうみんな、この世界の中で暮らしたいって思う。ああ、もう愛のね、みんなの思いが優しい世界なんですね、やっぱりそこら辺は。みんな大好きになった、最後は。俳優みんな大好きになった。もう見たくてたまらなそうですもん、最終回で。終わってほしくないって気持ちもあるのかな、でももしかしたら。終わってほしくない、もう最終回見るの怖いもん、もう。ちょっとそうですね、終わってしまうってことですもんね、それね。何度泣いたか。そんなに一回ね、はい、出張中にホテルで見てるときに、うっていうね、って変な声が出ちゃって、自分でもコントロールできない。涙で、うっ泣きすぎてね、っていうね、おえつがね、すっごい変な声出ちゃった。それも本当にガチで泣いたやつですね、それ。ガチで泣いちゃった。自分でどうしようもないやつですもんね、それも。もうエモーショナルにやりすぎても、なんか。ガチで泣いちゃった、ね。それ相当ですね。だって最初、3話目まで入り込めなかった人が、そこまで行くって相当の、あれですね。引き込みの生まれ方ですね。そうだね。いや、もう出し切った感じですから、まだまだ足りなさそうだけど。ね。いや、ヒョン、ヒョンビンさんとかね、最初俺そんなに、その、ちょっとピンとこ来てなかったんだけど、なるほど。もう3話目ぐらいから、すっごいもう好感度しかないみたいな。はい、もう最後、もうぜひグリーンズのゲストに出てほしい、はい。絶対来ないでしょうね。もうグリーンズ大変なことですよ。そしたらもう、ちょっとおかしいなことに回線が止まっちゃうかもしれない。初めて。メールがいっぱい来るかもしれないけどね。本当に何があったと思いますけどね、その。ぜひ、はい、ゲスト出てほしい。ゲストって僕は迎えられないけど、とっても。さっきの韓国語で迎えるんですか、さっきのケンチャとかで。そうだね。片言の監督で自己紹介めっちゃするやつね。まあ、ヒョンビン、はい、無理だったら、はい、無理だったら、無理だったら、ヤンギョンウォンでもいいけどね。ヤンギョンウォンって誰かわかんないけど、役者なんですかそれ。ヤンギョンウォンはね、結構、俺好きだな、はい、ヤンギョンウォン。いい役出してるのかな、ちょっとピンとこないけど、相当有名な人なんじゃないかな、それもそれで。ピョーチス役っていう。ピョーチス、全然ピンとこない。見て、1分も見てないから、全然わかんないけど。まあ、とにかくね、マサモを見てほしい。いや、僕ね、見たら止まらなくなるのが怖いんですよ、逆に。なんか見始めたら絶対止まらなくなそうって。でもさ、愛に溶け込もう。愛と言えば、まあ、それですよね。ちょっとね、まあ、愛の不時着見るって言うとね、はいはい、韓国ドラマ見るとか、愛の不時着見るって言うと、はいはい、やっぱり、その、うん、いやいや、今仕事もあるしね、ハマりたくないとかね、うん、いやいや、ちょっと韓国ドラマあんまり、あ、まあ、そういう人もね、いるかもっていうふうに思っちゃうけど、うん、韓国ドラマ見るっていう次元じゃなくて、愛に溶け込む必要があるんですよ、僕ら。なるほど、そんな日、すごい熱弁量が。ここ10年で一番の思い出のような感じすらする。溶け込んで、はい、境界線をなく取っ払う必要があるんですよ。なるほどね。だから、その、僕はこれ愛の不時着を見るじゃなくて、韓国ドラマを見るじゃなくて、なるほど。愛に溶け込んで境界線取っ払おう。なるほど。ある意味僕たちが着地するのはそこだよってことなんですね。うん。仕事より大事なことだよ。だって愛に溶け込んで、境界線なくすってさ、確かに。正直どんな仕事より大事だよ、ね。確かに。人類が一番目指しているところですもんね、そこはね。うん。僕らの着地点はそこにあるぞということを教えてくれてるという。そう、どんな仕事より大事。なるほど。生き方、ね。俺、締め切りの最中に見てたの。もう、まあ、それ言ってましたもんね。最終的にね、締め切り3日間に合わなかった。確かに、間に合わなかったんで、そこは着陸できなかったんで。3日分はちょうど、愛の不時着分だった。確かに、ね、ちょうどいい尺ですよね。確かに。最終的に現行の不時着になっちゃった。そうですね、確かに。見事に不時着ですね。ちょっとした、ね、まあまあでもね、それでもいい作品につながるんであればね、その見たことがね。いいと思うんですけど。まあ、どっかでちょっと、まあ、ちょっとこの辺にしないとね、今日は。そうですね、もう、しゃべって、本当にちょっとね、まあ、マークが。確かに、でも、逆に見てよかったら、めっちゃ共感するかもしれないけど、一旦この辺にしておきましょうか。今日はね、一旦、これときましょう。というわけで、はい、楽しいことだと。エール、マサの、笑うことには、クリーン。ありがとうございました。ありがとうございます。
ちゃええやん、めっちゃええやん。